こんにちは、飛びたジョーです。今日の心に火を灯す言葉はこちらです。人間はみんないつ刑が執行されるかわからない猶予好きの死刑囚なのだ。人間はみんないつ刑が執行されるかわからない猶予好きの死刑囚なのだ。これはフランスロマン主義の 詩人、小説家であるヴィクトル・ユーゴーの言葉です。彼の代表作には、レ・ミゼラブル・アーム・ジョーがあり、読んだことのある方も多いかもしれません。私も若い時代にレ・ミゼラブル・アーム・ジョーを読んで、心が動いたのを覚えています。この言葉は、読んで字のごとく、 人間はいつその刑が執行されるかわからない猶予付きの死刑囚と同じであるといった言葉ですあなたを含めた人間のほとんどの人は明日という日もまた来て生き続けると思っていますがそれは大きな間違いなのです人間はみんないつ刑が執行されるかわからない 入予好きの死刑囚なのだ死刑囚と聞くと何か非常に罪悪感を抱く方も多いかもしれませんがここでの要点はそういうことではなくいつ刑が執行されて命がなくなるかもしれないということを言っているのです毎日をただなんとなく惰性で生きていませんかもしそうであるならば 一刻も早くそれを改めなくてはいけません。突然、刑が執行されて大きな悔いを残したまま、この世を去らなくてはいけないことにならないように。